はい、どうもすけです。今回はプロスピのガチャ久々に引いていきたいと思います。今回ねゴールデンウィークスペシャル10連福袋が来てますのでこちらの方引いていきたいと思います。購入1回目 S ランク選手確定で3回目5回目は S ランク1チームの確定ということで、まあ、50連していきたいと思います。正直無課金だったら引くメリットはあんまりないかなと思ったんですけど、まあ自分無課金なんで引かない方がいいとは思うんですけど、まあ日ハム選手純正を強化したいということで引いていきたいと思います。で結局今追加されてるのが、10人の選手のうちの自分3人開幕3人しか引けてないので、まあ、残りの7選手引いていきたいと思います。できれば渡辺選手が欲しいかなと思います。まあ、抑えの秋吉選手でもいいんですけど、継承していきたいと思います。S ランクは出ないですね。おお、2枚引き。バーヘイゲンかぶりの、バーヘイゲンかぶり。何ですか、この嫌がらせ。S ランク2枚来たと思ったら、まさかのかぶりでした。まあでも2枚出たからいいですね。ミキサーでもできるし。さあ、20連目。まあここは確定じゃないので、ここで出てほしいところではございますね。さあ、リリースが早いんじゃ。これないかな。これはさっきと言っちゃうパーティーね。なさそうですね。できればね、ニューの選手が欲しいから、できるようになったのこれ。さあ、ここ自チームなんで、こう期待です。虹出て、で、レインボー、2枚引きてほしいよな。さあ、レインボー、からの、足青、ああ。ボラを、あー2枚引きじゃないか。お、打ったってことは多分あれだよな、持ってない選手の確定だよね。お、これはありえますよ。でも2枚引きあるはず。おお、きょ、2枚引きはありがて。さあ、ここです。さあ、渡辺選手欲しい。おー、杉浦選手ありがとう。多分 A ランク持ってるからありがとう。持ってないから、よっしゃ、これで強化できる。これ40連目は確定なしですね。なんか確定のとこで2枚出るのマジでありがたいな。確定じゃないとこは絶対出ないけどね。出ないですね。うん、ここはもう出ないっすね、多分。サクッといっちゃおう。出なさそうなので。はい。さあ、ラスト。まあ、これ6回目以降はね、S ランク確率2倍なんですけど、自分は5回までにさせていただきます。これラストですね。レッツゴー。これは1枚くせえな。レインボー来たとてって感じだよな。おっと、打ったってことはまた確定だな。これまた2枚引きある。できればおニューの選手が欲しいでござんす。ミキサーかな。あれだったら、レベル上げるって感じだけど。うわー、ありがとう。守ってない方だけど、渡辺選手欲しかったな。渡辺選手の A ランクくっそあるのに。はい、というわけで、結局 S ランク多分50連のうち多分6枚くらい2枚ずつ来てるから、ありがとうございました。
いい報酬になりました。